チャンチャチャチャンチャンチャ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 ちょっとね実験してみたいと思います、まあ、皆さんもちっちゃい頃は炭酸飲料、まあ、コーラとかサイダーとかで振って蓋を開けた瞬間ブシャーってなるね実験をしたと思います。ユウもねちっちゃい頃しましたもん。でビールでやったことってあります？このお仕事終わりのこの一缶飲むのってすっごい美味しいですよね。そのためにわざわざ、ビールのこの缶を振ってやる人ってあんまいないと思うんですよ。だからゆうが今日代表してこの缶を振ってどうなるのか実験してみたいと思います。はい。あ、まくだらないので、ビールを飲みながら見ていてください。はい。やり方なんですけど、今日はノーハンドでこの缶を振っていきたいと思います。手で振ったら面白くないじゃないですかね。思いっきり振ることになるしね。そうそうそう。なのでノーハンドでやって、さあどうなるのかをやっていきましょう。では始めていきます。まず振る前に音を確認してください。音聞こえます？入ってますよーって音聞こえますよね。ではこれからいろんな方法でノーハンドで振っていきましょう。見ていてください。ではでは、ノーハンドってことなんで、ここ太ももの間に、太もものここの間にこうね挟んで冷たい。この缶がね冷蔵庫から取ってきたばっかなんでね、めちゃめちゃ冷たいです。はい、挟んで、はい、じゃジャンプしますかね。これでジャンプしましょう。せーの。思いっきりおりゃ思いっきり振って、であとはこうやったり腰回ししたり腰回ししたり、あと横に振ったりこう前にこう全身運動かな、前後運動、前後運動もいいですね。あと右と横のこの運動でもいいし、疲れてきた、腰回し運動。はい、どうですかね。音気になります？音聞こえない、やばい、聞こえないですよ皆さん。振る前はピチャピチャピチャって音聞こえましたよね。今振った後全然音しないんですけど、もうパンパンなんですね多分。泡かな、泡とかでもパンパンになってるのかな。全然音しない、やばい。今の30秒ぐらいやってましたよね、けど音がないんです、やばくないですか。ではもういいとして、今からこの開ける瞬間を見ていてください。ではではちょっとね、あらかじめペットシート敷きますかね、こぼさないように、フローリングがね汚れちゃうのでこうこぼさないようにちょっとねペットシートを用意しました。よいしょっと、2枚ぐらい必要かな、2枚ぐらい必要ですね、2枚ぐらい必要かな。ペットシートだからあんまりいらないと思うけど、2枚ぐらい必要だと思うんで、ちょっと、よいしょと。はい、行きます。はい、行きます。開けます。せーの。あれ？あれ？吹き出さない。あれ？見てください。全然吹き出さない。わかります？でも飲むところ寸前まではちょっとね泡っぽくなってんですけど、なんか予想外の展開なんですけど、どうしよう。いやー、これこういう感じでしたね。はい。どうでしたか皆さん、吹き出すと思いましたね。吹き出しませんでした、振り方が変だったのかな。いやでもパンパンに膨れ上がってるなって感じはしましたよね。なんですけど吹き出さなかったっていう
オチですね。すいません。はい。この動画が少しでもいいねって思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバーイ。